自然なチュートリアル戦。くそ、いや、とても自然な因縁。殺しはやっつけます。タイガーちゃんは誓ってないから。飛びすぎ。だから服役するんですね。名刺渡しの練習かな。ちょっと待て、逃がすかよ。遅す。アグレッシブビジネスマナー。しゃあないや。ネプネプをソースを醤油。強すぎでしょ。
勘弁してください。喧嘩が終わる友達。どこ見て歩いているか。殴らないで。
端っこのやつ遊べないのね。遊べるかと思ったね。謎のタワーディフェンスゲーム。レーザーを設置して侵略者を殲滅するだけやで。ロキレーザーか。
ボリューム割と豊富できた。毎回よく詰め込むわね、いらっしゃいませ。相変わらず、これのタイミングムズソン。キリユさんより難しい。みなフレームをこれで壊れるまでやって覚悟決めるか。なかなかやないか。3、2、1、この可愛さ信じられない。なかなかやないか。3、2、1、こんな感じだよ。いまいちやな。撮影は全て終了だよ。お疲れ様。インフェリさんへ30分延長しました。発達タイムの始まりだよ。かわいい、かわいい。難しい。かわいい、かわいい。太鼓の達人か。曲を選ぶか。難しさを選ぶ。さあ、始まるみたいやな。歌詞あったのか。
目が回る。成績発表やな。6つ。クリア成功やな。曲を選ぶか。横に移動だよ。行きまーす。ストップ。どこを狙うかが狙いを決めて。サリ玉だ。どうだ。横に移動だよ。行きまーす。狙いを決めて。こんなところで止めちゃって。どうだ。よく行きまーす。狙いを決めて。こんなところで止めちゃって。どうだ。狙いを決めて、行け。どうだ。横に移動だよ。どこを狙う。狙いを決めて。こんなところで止めちゃって。どうだ。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動します。よく狙って。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイント。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。邪魔。よく狙ってください。次はどこを狙います。移動します。うまく狙えましたか。ババドン、もう一回遊べるドン。移動で動きます。
く狙って次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。横幅長すぎない。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。ジップでも、もうちょい下まで下がるやろ。次に進みます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。もっとこっちに倒れてくる。ポイントです。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。次に実力狙ってください。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。やった。どうします？うまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。もう持ってる。名前あろ。繰り返しプレイすることで上達します。いらっしゃいませ。
くり狙うのくせ。Better run home to mama now.待て、手加減なしで殺すわ。しゃあないな。コロリが高すぎる冴島のチャージ。おいおいおい、死ぬぞ。半端ね。すまなかった。強い。頭上を狙うやつは多すぎ。見つけたよ。逃げせねえ。そこのあんた、二度と姿見せるな。ちょっと、とりあえず金くれよ。ったく。Yeah!
調子乗ってました。許してください。なんだ兄ちゃん。消えろや。引っ込んでろよボケが。勘弁してください。
リアルだ。ミミズを使用ってどういうこと？ちょっと待て、姫さんに這わせてやるよ。やるんか。ネプ放送見荒らしとは、暖かくなってきたわね。調子乗ってました。本当にごめんなさい。ザコか。ふん、ザコが。
インフォエさんへ30分延長しました。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で、最近前は打てた球が打てへんねや。め悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか兄弟。何がや。もう俺らも分かない。たかが3年とはいえ、無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして、収監の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ。これは何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんぐ。おい、今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹の塩梅も言わないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうかしっかりこの目で確かめさせてもらうわ。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。いや関係ないやろ。俺とここでやり合わんかったら、もう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもいいんやな。ああ、わかったわ。ほな、あんま時間もないことやし、さっさと片付けたろう。俺の今の力、目ん玉ひんむいてよう見とけや。してみましょう。
どうや兄弟、これ背骨折れる。暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこんなことしたんや。じゃあやりなよ。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。あ？俺はもうお前の相手できへんのや。おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんね。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。マジ。金金言うてもヤクザは最後は力や。力失うた人間は力ある人間にその道譲らなあかん。西島、お前は登場界の力や。絶対に強いまま神室町に戻ってくるんやで。ああ。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまえ。お迎えが来たで。ああ。さて、自主化。さて、自主化。不穏を収めそう。ここで坊主か。香ばしい。
男4人一室何も。監視員ダメです。どうしました？珍しいですね、冴島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。そんなことないやろ。それよりその親分ちゅう言い方、今さらいいじゃないですか。それに冴島さん、元は登場会の大親分さんだったって話。誰に聞いたんや？誰とかじゃなくて、かなり噂に。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者の噂はすぐに広まりますからね。あ、そうそう、そういえばそろそろじゃないですか。何がえ？仮釈放っすよ、仮釈放。もう冴島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなもんやな。確か親分の罪状は傷害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の強化が折れても。そううまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副署長さんは冷徹な感じやし。副署長？ああ、あの愛想ない刑務官の。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副署長には目つけられないよ。ああ、そういえばババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。ババ？やだな、同部屋のババちゃんですよ。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。ババちゃんなんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談乗ろうかっつったら、同業の人にしか話せないって断れちゃって。同業？ちゅうことはあいつも筋もん言うことか。ま、何の悩みか知りませんが、時間があったら話し。ババはどこにおるん？さあ、あの人運動時間中一歩も動かないでベンチに座ったままグラウンドの様子眺めて。わかった。おお、冴島さんか。どうした、また鎮痛剤回してほしい？いや、そんなんちゃう。たまには運動しとこか。そうかい。ところでまだ俺以外の同部屋のやつら知らないのか？この数ヶ月あんたがあの連中に目つけられてる。ああ、話してない。巻き込んだらあかん思て。あんたあの連中から恨みをか？表にいた頃なんかあったとか。いや、覚えないな。 HM のかな。1年ちょっとやしな。それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前連中がここへ入所してきてからず揉め事があったわけでもない。もしかしたら俺がいた組織に恨みある連中か。わかる。そうか。だが気をつけろよ。最初はよくある喧嘩程度に思っとったが、最近は連中のやり口もエスカレートして、次は鎮痛剤じゃ済まないほどの大怪我。
前から気になってたんだが、あんたどうしてやり返さないんだ。あかんのや。手出したらあかん事情があるんや。シャバの話か。俺は何があっても耐えて、一日でも早よ、ここ出る人。なるほどな。だがこのままじゃ仮釈放まであんたの身が持たない。いや。どうしてだ。副署長の高坂なら取り合ってくれるはず。厳しい男だが、反面悪事を見逃すような男じゃない。相談する価値はあるんじゃないの。刑務官やら副署長を叱って殺しはやってません。沖縄第二刑務所の話だな。俺も噂には聞いてる。だがここはあの刑務所とは違う。一度真剣に考えてみる。考えとく。うわ、そういえば同部屋の若造があんたのこと探していたぞ。ババちゃんのことか。あの若造、出所後のことで悩んでんだよ。出所後？ああ、あいつがここに移送されてきてから1年が経つが、その間一度も面会をしに来たやつもいない。一度それとなく訳を聞いてみたんだが、そしたらあいつ突然泣き出してな。あのババがか。どうやらあいつ組のために殺しやったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやて、あいつ殺人やったんか。あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺しやったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。まあ、ほなここに移ってくる前からもう長いことお勤めしとったんやな。二十歳で人殺して無所に入って10年だ。帰る家を失ったババにとってこの時間は大きすぎる。ババは数日中にも仮釈放が許可されるらしい。それで表に出た後何するのか悩んでるんだろう。そうか。あんたもそっちの業界の人なら似たような境遇の人間何人かは知ってるだろう。ああ、西島の兄貴。俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもう。どないして、なんや、相談したいことあるんとちゃうんか。大丈夫っす、もう断ってきましたから。断るって何故。仮釈放っす。今署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと。だってここ出たって何にもいいことないし。あ、今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ええ、二十歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど、それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい、兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った無所が関西だから
面会に来れないんだと思ってました。でも7、8年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃん、あ、すいません辛気臭い話しちゃって。でももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した、だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか、お前ほんまは怖いんとちゃうか、表出んのが。西島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は、いらっしゃいませ、表出なあかんねん。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工。何の用や。分かってんだろ、うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。お前は引っ込んどけ。なんだ後ろの鍵は。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。まあいい、ついてこい。グヘ、連れてきました班長。ホッキホイついてっていいのかい。レイピー始まる。一週間ぶりだな、冴島。やるならさっさとせえ。ゲームショーと助隊新入り何も起きないわけもなく、せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。シェンムーにいそうな顔。H、おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわあ H、 触り方やっぱり HMO やないか。ズブリ始めろ。キショイ。うりゃ。うん。キショイ。西島の兄貴、兄貴、どういうこっちゃこれ。
木工班の釘原にやられていた。こんな太い棒絶対に入らないよ。釘原って行き過ぎた顔。半年前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由はわからんが、3ヶ月前からサドホもワイヤーきついっす。冴島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度、運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島の奴さん、あんた前からそのこと知ってたんすか。毛沢東、一度冴島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になれば、言ったら横槍が入って楽しみが減るからね。じゃあなんで冴島の追い番はやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは後世が。いや副所長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が。日村、ダガメゲンゴロウが危機として描いてそう。ちょっとこれはないんじゃないですか。今度は刑務員にもてあそばれてしまう。副所長、働いてください。食事だ。どうして手を出さない。副所長、なんであんたがここに。私の質問に答えろ。なぜ手を出さない。別に、ただ飯が喉を通らんだけ。お前が釘原たちに暴行を受けていることは知っている。だがなぜお前はそのことを黙っているんだ。おとなしくしてれば仮釈放が早まるとでも思う。甘いな。私は理由はどうあれ、署内の風紀を乱す人間を模範囚として認めはし、特に出所してからも、はあ、つっかえ裏社会に関わろうとしている人間を。だが私も刑務官だ。むやみに暴行を受け、お前が釘原たちに暴行を受けないよう対処するくらいのこと。お前さえよければ刑期終了までこの懲罰房に置いてやってもいいんだぞ。私が所長に一言、反省の色なしと報告すれば済むことだ。インフォエサネ、30分延長しました。余計なお世話や。何？もし俺がここにおったら、同じ棒の人間が釘原たちに狙われてまうかわからん。同部屋というだけでもう仲間気分か。そんなんちゃう。せやけど、俺やなかったら耐えられんで死んでも。手、何がしろ。まず、あいつらどうにかしろよ。俺たちは俺でいいんや。こんなところにずっといたら、弾痕がいただけないだろうが。他に被害を出さないつもりか。これは私の推測だが、あいつらの狙いはお前だけだ。いくら釘原といえど、手当たり次第暴力行為を重ねるようなバカな真似はせんだろう。つまり、お前が耐えるだけ無駄だ、はあ、食事が済んだらすぐに懲罰房から出してやる。それでいいんだろ。
おおきに。やめてくれ。気になって仕方ねえ。独房できるのに懲罰か。西島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日は帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなことわかってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前、西島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか？うん、まあ。何の話だったんだよ。西島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それは、その…なんだよ、言えよ。出所後のことだろ。極道門にはここでた後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよそんなことか。そういやお前、そろそろ仮釈放だもんな。いいよな、今頭の中夢いっぱいって感じなんじゃないの？いや、それがそういう感じじゃないっていうか、その断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前、嘘だろ。雰囲気で察しろよ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないと言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかお前。どういうことなんだババ。別の狙いがありそう。かっこ疑心暗鬼。西島の兄貴。おお、お帰りなさい西島さん。確かに、ええ、ようわからんけど、副署長の男がすぐに戻れるように手配。副署長って？署内の揉め事にはいつも厳しいあの男が。さあな。そやけど仮釈放を期待すなって釘刺されたわ。まあ香坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って、署内で下手に人脈を作らせないよう警戒。しかしよ、そんなヤクザ嫌いな副署長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから。ババちゃん、やっぱり考えは変わらんが、明日にでも高坂に再面談を申し、まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけ。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。新規くせえな。せっかく西島さんが戻ってきたんだ。あ、そうだそうだ。なんやこれ、地図か？これは札幌の月見野の地図だな。お前が聞いたんだろうに。みんな集まって。それじゃあいつの日かここから出られる時のことを考えて気分転換しましょう。気分転換？ねえ、イメージトレーニングってやつですよ。いろんな想像巡らして頭の中で月見野に行った気分になって思いっきり遊ぶんです。
そう意地張らないで、やってみれば楽しいですってね。佐島さんもやってみましょうよ。おれバーバー、お前も来い。はい、いいですか。それじゃあみんな、月見野の町を頭の中で想像してみてください。会いに行くやけど。マスターは誰かな。俺は月見野をよう知らん。そういや佐島さん、北の人じゃないですもんね。俺が月見野にいた頃の話しますから、佐島さんは俺になったつもりで思いっきり頭の中でそのシチュエーションを想像してみてください。きっと本当に遊んだような気分になるはずですから。まあいいけど。電車の時刻表も TRPG の本だって月ちゃんから聞いた。多いイメージ低レベルじゃねえぞ。VR かな。いらっしゃいませ。冴島の脳は PS3 ほどの処理能力があった。いらないよ。じゃあもう PS3 いらないじゃん。裏山、いらっしゃいませ。かしこまりました。失礼します。飲みます？
お金がいつの間に1000万台に。え、いいんですか。すごい、大島さん、太っ腹。想像です。金の力には抗えない。注ぎ方草。注ぎ方草。乾杯。お疲れ様。西島さん、どちらからいらしたんですか？挽回。月見野にはお仕事で？じゃあのんびり月見野で遊んでいけ、うん、私仕事でカムロ町に行ってたことがあるんです。ん、はい、ちょっと稼ぎに。東京やかっこ関西弁で、そうですね、やっぱりこっちよりも賑わっててお給料良かったし。どれ、そうですね、でも全部使っちゃいました。東京で買い物したりクラブ行って遊んでたりしたら稼いだお金全部吹っ飛んじゃった。なんやと。くさ、さすがにもう行けないかな。この年になって飛び込みで面接に行くのはちょっと怖いっていうか。おいおい、こっちの世界じゃもうおばさんなんですよ。うん、指示中やな。この後ですか？ええ、私もまだ西島さんと一緒にいたいです。西島さん、生まれは東京じゃないですよね？うん、やっぱり関西の人は言葉ですぐ分かりますから。ほんなら。私は北海道生まれ、北海道育ちですよ。そうそう、ドサンコ。そうか。札幌です。ん？いえ、子供の頃からずっとそうですよ。北海道の子って訛りないんです。おいおい、ああ、自分では気づいてないだけで、東京の人が聞いたら実はなまってるとか？だったら超恥ずかしいんですけど。よかった。多分。ひょっとして。知らないってことはないですけど、なまらとか？でも使わないんですよね。そうか。青森とか東北の人の方がめっさなまってますよ。せやな。西島さんだってなまってるんだから別にいいじゃないですか。
理屈ですかそれ。何頼みます？女心はようわからん。相島さんはお化けとか幽霊って信じます？でかい。いやだ、ちょっとそういうの本当勘弁してくださいよ。何？私子供の頃から階段とか本当苦手なんです。そういうの聞いた後は夜も怖くて電気消せなくなっちゃうんですよ。昨日たまたまテレビをつけたら心霊現象の番組やってて、おかげで今日は寝不足ですよ。おいおい、そんなことないですよ。夜中に部屋の中に誰かの気配感じたり、突然寒気を感じたりすることがあるんですから。ひょっとして。そろそろお時間となりますが、ご延長で。はい。どれ？結婚や出産は面倒で嫌ですね。でもいたらいたら賑やかでいいですよね。ほんなら。私は男の子がいいかな。だって男の子の方が将来しっかり稼いできてくれそうじゃないですか。女の子だったら私に似て怠け者になりそう。この前大学の時のサークルの仲間に呼ばれて久々にジンパしたんですよ。ジンギスカンパーティーの略。うん。現役の子たちと OB20 人くらいで集まってバーベキューしたんです。大学行くのを卒業して以来だったから懐かしくて。本当ですか？苦手っていう人も多いから西島さんがジンギスカン好きで嬉しいです。西島さんはバーベキューとかするんですか？ああ、やっぱりアウトドアなんですね。料理も得意なんですか？これすごい。それじゃあ今度一緒にバーベキューしましょうよ。うん。大きい。グラスが空ですけどどうします？え、いいんですか？すごい、西島さん、太っ腹。はい、それではシャンパンタワー行ってみましょう。またくそ。綺麗ですね。はい、どうもありがとうございました。拍手。すごい。夏
ごめんなさい。おつ。そうですね。私もほとんど行ったことないですよ。うん、たまに小樽に行くことはありますけど、あと函館に行ったことあります、修学旅行で。な、網走って刑務所のあるところですか？うん、ありませんけど、刑務所以外に何かあるんですか？え、なんて？何？へえ、そうなんですか。全然知らないです。西島さん、網走に詳しいんです。外、寒くありませんでした？いいよ。やっぱり西島さんはタフですね。私寒いのダメなんですよ。私引きこもりだから外に出ないんですよ。いつも家でゴロゴロしてるんです。おいおい。あ、私猫飼ってますよ。いつも家でゴロゴロしてるんです。ことないですよ。猫も人間もちょっとくらい丸い方が可愛いんですから。ちょ、待ち。あ、バレました。まったく。今朝ね、テレビ見たらサソリ座の運勢が1位だったの。そうか。サソリ座の女、金運が最高だったんですよ。だから今日はちょっと期待してるんです。ほんなら。え、いいんですか？そこは乗っときましょうよ。そういう、別に信じてるってわけじゃないんですけど、毎日見てると楽しいじゃないですか。野球やサッカーみたいで。視線。明日こそはサソリ座頑張れとか、双子座最近ちょっと調子乗りすぎじゃないとか。もう帰りたい。そうね。それがね。でもなかなか現れませんね。高いお酒を入れてくれるいい人はちら。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、じゃあまた後でね。
いらっしゃいませ。という思い出だったのさ。アバターあるのか。ルージュ・オブ・ラブ。エブリバディ・セイ・ルージュ・オブ・ラブ。ルージュ・オブ・ラブ。Go, go! Oi, 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 oi! Come on, baby! Woo! Let's oi! So yeah, so yeah, so yeah, so yeah! Subscribe! Guitar mix so! Pretty face! Woo! Woo! Yuu がごとくの侍のやつの手法を思い出した。ラララララ。キャラ変わりすぎ。30分延長しました。ダメよ、ダメなのよ。
が好きすぎて、どれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい。小山さん迫真の熱唱。野獣草。よかったですよ。わかったわ。ありがとうございました。いい妄想だった。よし、今日はこれで。おやすみなさい。おつ、おやすみ。おつ、おつ、おつ。お疲れなす。